松井玉社は、日本の女子プロレスラー、女優。神奈川県川崎市。女優としては、劇団水色革命、女子プロレスラーとしては、アクターズガール Z に所属している。キャッチフレーズは、水色全力娘。2013年から2015年まで劇団、東海所属。2017年までフリーで活動した後2018年3月から、 丸主催の劇団水色革命所属。主催の丸自身が元プロレスラーであり、舞台も女子プロレスラーの出演がある、劇団員にも練習生がいるなどという環境の中で、自然と女子プロレスという晴れ舞台に目が向くようになる。2ヶ月の練習期間を経て、2018年11月15日、東京、高楽園、ホール大会での堀田由美子 VS、桜井優子 VS、 林歩美 vs 松井玉車線という変則4ウェイマッチでデビュー。その後2019年1月24日、東京、新木バファーストリングで、堀田由美子とシングルマッチで対戦するが、見事に何もできずに惨敗。堀田からは、プロレスを甘く見るなよ。私を倒す倒さないとか、そういうことじゃなくて、まずは、怪我をしないこと。まだやって2ヶ月として、 まあ、二ヶ月でデビューするのもおかしなこととしてと公開叱っされてしまった。ポジティブ思考。運動神経がある方でもなく、身の丈も大きくないが空気感をつかむのがうまいと評価されている。得意技は丸め込み技と相手の隙をついた固め技。スリーサイズは上から88.6587。ありがとうございます。